皆さんこんばんは、 MK です。ペーパーマリオ折り紙キングパート20やっていきましょう。前回で忍者屋敷をクリアしたんですが、宝箱を一つ取り逃してしまったんですよね。まずはそちら取りに行きましょう。取り逃してしまったというか忘れてしまったという感じなんですが、そこの右側の草っぱら、そこの中に一つあるんですよ。でそこに行くためにはここの上ですよね。動き始めた手裏剣に乗っていきましょう。嘘でしょ。もう 3D 把握能力がなさすぎるんですが、ここ頑張っていきましょう。落ち着け落ち着け。落ち着けば絶対に乗れるはずなんですけど、オッケーオッケーオッケー。結構ジャンプ力がシビアなんですよね。はい、進めました。ボム兵さんはなぜかワープしてきたんですが、はい、じゃあ中には何が入っているんでしょうか。最近地味なフィギュアが多いんですが、おっとボム兵だ。なんか主役級のフィギュアをゲットしました。ありがとうございます。これで忍者屋敷のお宝発見率が 100%。 お宝発見率といってもここ以外にお宝はなかったような気はするんですけど、あ、ルイージがあったか。ルイージのフィギュア確かに、忍者屋敷にありました。そしたらここにもう用事はないので、お城に向かっていきましょう。の前にだな、マスターキーをゲットしたので今まで入れなかったところにも入れるようになっているんですよね。確かここに入っていなかったので、まずはここを開けていきましょう。マスターキーを使えば開くと思うんですが、はい、これどうでしょうか。はい、マスターキーで大名手形よりも OK、 効力が高いですね。はい、じゃあここ開けていきましょう。中から、はい、おっと、これは缶詰パーティートリオ。そんな名前なんですかこいつらって。確かに缶詰パーティートリオではあるんですけど、もうちょっとこうね、個人個人の名前とかがあってもいいと思うんですけど。はい、そしたらオエドランドのスカスカーな修復率 100% になりました。ここの中は何がありますか。新しい機械とかもらえればいいんですけど、どうでしょうか。ぐーっと引っ張って OK。 なんかそのファックスの顔が顔みたいになっちゃってますよね。ふう、苦しかった。やっと紙詰まりが解消できました。ここはセンサー研究所のオエドランド出張所です。はい、早速センサー研究所へ行ってみますか。行く必要あるかな。なんかないような気がするんで、とりあえずやめておきましょう。まあ見つけたということでいいと思います。土管よりもこっちの方が結構ワープ的には使えるんですよね。はい、そしたらここはいいとして、もうあと空いてないところなかったっけ。あ、もう一個ある。もう一個ありましたね。左端になんかもともとノコノコがいたところ、ハリボテノコノコがいたところにも一つ開かなかった扉があったと思うので、そっちの方にまずは向かっていきましょう。あとキノピオの救出率が 100% になっていないので、それもちょっと探しながら行きたいと思います。結構キノピオ変なところに多いんですけど、こういうところいませんか。いませんね。結構看板とかにもいたりするんで、しっかり叩きながら行きましょう。いませんでした。そしてここ入ってませんよね。こんにちは。マスターキーがあれば開くと思いますが、ここは何の部屋なんでしょうか。上に文字が書いてあるんですけど全く読めないので、はい、そしたら中に入ってなんだ。とりあえずこれを読んでいきましょう。謎が解けるかな。謎解きの間なんだかなかるけと、あ、待てよ、わかったかもしんない。これってさ、左右対称にするんじゃないか。左側があってですよね。オッケーオッケーオッケー。さっきの看板だけでピンときました。そしたら待てよ、どっちに合わせればいいんだ。どっちでもいいのか。どっちでもいいと思うので、じゃあこっち側にあっち側を合わせたいと思います。だったらこれか。これがとりあえずいらなくて中にある。あとは待てよ、座布団か。座布団の柄が左側だけ紫にするんだと思います。はい、じゃあこれを緑、これを紫。あれ、まだですか。これは中かな。はい、じゃあ中には何が入っているんでしょうか。なんだ、茶色い木と、これはなんだ、肌色の藁みたいなものがありますけど、え、あ、終わった。あ、オッケー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 。なんだ、タンスを開けて閉めればいいだけでした。はい、そしたら宝箱発見。ここには何が入っているんでしょうか。多分フィギュアだと思いますが、結構レア系のフィギュアだったら嬉しいんですけど、どうでしょうか。おっと、これはマックスアップハートプラス5。まあまあまあ、これの方が嬉しいですね。はい、これで体力が105になって全回復ありがとう。そろそろボス戦が近いと思うんで、体力マックスにしておく分にはいいですね。こういうところにキノピオとかいませんか。まあさっきからキノピオチャイムが反応していないので、いないとは思います。じゃあ出ていきましょう。あとはお城に向かっちゃっていいんでしたっけ。あれ、待てよ、あと開かなかったところとかなかったっけな。まあいいや、あったら後で行きましょう。そしたら早速お城に向かっていく前に、待てよ、
お土産屋に行こうか。お土産屋に行けば新しい防具とかあるかもしれませんが、なに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 、ハックン聞いてないって、待って、はい、とりあえず逃げ切りました。なんだあいつら、もともと言ったっけか。はい、こんにちは、あなたは、嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーはいかがですか。新しいのありますか。おっと、花びら袋、紙っぺらが桜の花びらになる、なんだそれ。ちょっといるかどうか微妙ですが、まあとりあえず買っていきましょう。ありがとうございます、花びら袋。なんだろう、これは気分的な問題なんでしょうか。特に効果は変わらなそうですが、今ので売り切れましたが、また新作を入荷予定です。アクセサリーはプラスメニューで、装備を忘れずに。じゃあ一旦これ装備してみましょうか。アクセサリーでこれか。はい、じゃあ桜の花びら、あ、待てよ、これにするとこっちが動かないのか。うわマジか、二つまでしかダメなんですね。だったらどうすっかな。まあいっか、じゃあとりあえずこれでいきましょう。桜の花びらめっちゃ綺麗。いいねいいねいいね。まあ掃除機ちょっともったいないけど、しょうがないでしょう。そしたら待て、あ、ここだ。そういえばここ行ってないですね。マスターキーで開けていきましょう。ここを開ければ店主がいるんでしょうか。店主がサボってるみたいなんで起こしに行きたいと思います。はい、じゃあここ上に行きまして、ほらいるんでしょ。店主どこ、違うな、あ、ここか。なんかここがガタガタ言っているんですが、こんにちは、何をしているんですか。よかった、マリオさんでしたか。折り紙兵が怖くて隠れていたんです。マリオさんがいてくれたらもう大丈夫ですね。お土産や営業再開します、お願いします。よし、これでお土産買えるようになったと思いますが、他には何もないですか。待てよ、怪しいな。結構怪しい感じではあるんですけど、まあ何もなさそうですね。じゃあ出ていきましょう。大丈夫か。いや、なんかさ、キノピオはチャイムで反応するんですけど、ハテナブロックとかは反応しないんですよね。じゃあここのお土産買っていきましょう。おっと、これは、お江戸大劇場、じゃあ買っていきたいと思います。12,400両、結構高いな。なかなか値段が張るんですが、まあまあまあしょうがないでしょう。はい、そしたらお宝フィギュア買いました。また来てくださいね。新しいフィギュアではないのか。キラキノコはまあ持ってるからいいとしましょう。はい、そしたらもう今度こそやることないですよね。お城に向かっていきたいと思います。お城に入ったらすぐにボス戦なんでしょうか。待てよ、ハックンに当たりたくないな。そしてムーチョにも当たりたくないな。待て、それは無理。はい、倒しましたけど、まだいるな。落ち着け落ち着け、こいつにも当たらないようにしたいんですけど、なんで。はい、オッケー、これでもう敵はいないでしょう。紙っぺらとコインを集めて進んでいきましょう。紙っぺらはもう満タンなんでの前に、あれか、セーブだけはしておきましょうね。何が起こるかわからないので、いきなりボスが出てきたりしたら本当に困りますからね。はい、そしたら行きますよ。調べる、マスターキーがあれば開くと思います。はい、これでじゃあ中に侵入していきましょう。開いたな、待てよ、怖いな。開きましたわ、さすがマスターのキー。さあ、それじゃあキノピオさんを助けて紙テープも取っちゃいましょう。そうですね、そう簡単に行くっすかね。大丈夫かな。いや、でも行くしかないよ。もうここまで来たら、もうキノピオさんも助けて、青い紙テープもなんとか破壊して。嘘だ、待て、ほらほら、これってやっぱりこっち向くよね。うわ、やめて、本当にやめてって。いきなりその量は無理。一体ずつ来てもらっていいですか。一体ずつでもあの量はきつい。マジか、どうするこれ。あんなにたくさんいすぎですわ。あいつら俺たちを見たら見境なく襲ってくるっす。何かあいつらの目をごまかせるいいものないっすか。そういえばあったな。じゃあクリボーの被り物を被っていきましょう。うわ、あったな、忘れてた。なるほど、それを被るんすね。笑わないでね。こんな作戦で大丈夫かしら。よし、じゃあ行きましょう。オリビアちゃんめっちゃこれにつぼっていたはずなんですが、とりあえず、我慢はできているんでしょうか。はい、そしたらセーブ中いける。待て、こんにちは。あ、いけるかな、怖いんだけど。あー、待ってよ、怖いな。あ、いけた。よし、襲ってこないみたいっす。じゃあこのうちに進んでしまいましょう。これ触れちゃうとまずいと思うんで、ドキドキ。待てよ、バレるなよ、ほんとバレんなよ。もういい。とりあえずなんか、うわ、怖っ。これバレたら急にみんな来るんでしょ。オッケー。はい、なんとか中に侵入は成功しました。あとは脱いじゃっていいんでしょうか。もうこの辺にはハリボテ兵はいないはずなんですが、いやー、ハラハラしたけどバレずに済んでよかったっす。あれ、オリビアさん、なんでそっち向いてるっすか。多分あれですよね、つぼっちゃうんですよね。だってそれ見たらまたバカ受けしちゃうから。マリオさん、それ早くしまって。
はい、じゃあこれしまっていきましょう。もうオリビアちゃんはこれがツボなんですよ。さてと、なんとか城には忍び込めたっすけど、キノピオのみんなはどこに囚われているんすかね。そうですね、紙テープも屋根の上みたいだけど、どこかに階段とかエレベーターとかないのかしら。どっかにありそうですけど、多分こういうレジは叩けばお金が出てくると思ったら出てきませんでした。待てよ、とりあえずこの辺読んでいきましょうか。本日のプログラム、1回スペシャル、2回スペシャル、3回スペシャル、4回スペシャル。意味な、読んだ意味が全くなかったんですが、とりあえずこっち側も見ていきましょう。はい、これは何ですか。特別公演スペシャルショー、作私出演みんな。なんだ、私はじゃあ出ないんですか。監督だけという感じなんでしょうか。お江戸大劇場は4階層の各フロアで様々なショーが楽しめる画期的なタワー式立体劇場です。はあ。とりあえずじゃあ4階に向かえばいいんでしょうか。お江戸大劇場にご来場の皆様、ご来場の女王、それで合ってるんだっけ。まもなく本日限りの特別公演スペシャルショーが始まります。4、とっとと席にお着きください。4がよくわかりませんけど、キノピオさんを助けたり紙テープを探したりと、この忙しい時にスペシャルショーだなんて、なんて面白そうなの。本当に困りますわ。とりあえずもうオリビアちゃんが楽しそうなんで向かってあげましょうか。4階層になっているということしか私は分かっていないんですが、おっと、キノピオいるじゃん。あれ、キノピオのみんな普通にいるっすよ。そうですね、ほんとだ、みんな無事みたいです。これなら私たちもゆっくりショーが楽しめますわね。そういう問題じゃないと思いますが、それでは最前列の特等席にお座りくださいよ。その4っていうナレーションがすごい気になるんですが、何をしてるんですか。席がないからって扱いひどすぎません。確かに。え、なんだ、なんでぐるぐる巻きになってるんですか。他のキノピオは普通に席に座っているんですが。はい、そしたら特等席座っていきましょう。ショー楽しみですね。わいわい、スペシャルショーだ。ワク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 、そわ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 を声に出しちゃってますけど、オリビアさん落ち着いて、みんな静かにしてるっすよ。そうですね、ショーが始まりますから。そういえばいつも賑やかなキノピオさんが随分おとなしいですわね。そうですわね。え、どうしました。おっと、なんだ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 、縛られてる。どういうこと。みんな椅子に縛られているの、ひどい。確かにこれはひどいな。ロープ、いや違うっすね、何か輪っかみたいな、なんだこれ。あ、輪ゴムか。輪ゴムっぽいもので縛られているんですけど、ショーの上演につきまして、お客様にお願いだよ。はい、何ですか。ヨーンが気になるな。飲食物の持ち込み、フラッシュ仕様による撮影および、はい、ステージ上にてメニュー画面を開くなどの行為はショーの邪魔になるので禁止だよ。わかりました。それではスペシャルショーをごゆっくりお楽しみくださいよ。最後にちょっと噛んでしまったんですが、よし、じゃあ見ていきましょうか。なんかキノピオの頭一人だけ赤くない。それも気になるんですけど、乾いた風が吹きすさぶ荒野のとある町、頭どうしたんですか。縛られちゃってますけど、この静かな町の人々は脅威に怯えて暮らしていた。はい、なんかあんまり読むのね、好きそうじゃないっていうか得意そうじゃないよ。あの恐ろしいならず者は今日も来るのかしら。ハリボテ兵法がいますけど、町に来ては暴れ放題、困ったもんだよ。ならず者って何。ならず者っていうのはなんか悪者みたいな意味ですよね。おい、ならず者が来たぞ、なんだって。本当にショーみたいですね。おっとおっと、ならず者、お前か。でかいハリボテクリボーが来ました。おい、金目のものをよこせ。よこさないと痛い目に遭うぜ。悪者っす。そうっすね、あいつが悪者だ。怖いわ、ならず者、怖いわ。どこかにあいつを倒してくれる用心棒はいないかしら。待てよ、これってさ、私が行くってことなんでしょうか。マジか。え、大丈夫、中に入っちゃって。じゃあ入っていきましょう。なんだお前は、邪魔しようっていうのか。そうですね、悪は見過ごせませんよ。おい、やる気か。容姿望むところだ。それなら俺と早打ちで勝負しろ。ファイヤーの合図で A 王星。待て、こういうのあんまり得意じゃないんだよな。カービィにありますよね、こういうミニゲーム。早すぎても遅すぎてもダメだ。ファイヤーが出たらすぐに A だ。わかりました。待てよ、どこに出るの。どこに出るか分かってないんだけど。はい、落ち着け。ファイヤーね、動かないで。変なもの動か。ファイヤー、オッケー。危な。いやさ、ファイヤー以外動かないでくれる。用心棒の目にも止まらぬ早打ち、ならず者は無様に倒れた。オッケー、なんとか倒しました。こうして用心棒の活躍により、町に平和が訪れたのであった。はい、めでたしめでたしという感じなんですが、あとは特になんもないですか。こういうのは倒せばとか、ハンマー使えないかなんですか。ガハハ、安心するのは早いんだぜ。誰だ。マリオさん、ステージ中央に戻って。わかりました。はい、ステージ中央に戻りまして、今度はガボンが来ました。この人も悪そう。そうですね、さっきの親玉でしょうか。生意気なヒゲだな。俺とも早打ちで勝負しな。待て、これ難易度上がってくんのか。落ち着け、
どこにファイヤー出んの？それだけ教えて。それだけ教えてもらえればなんとかなるんですけど。うわ、待て。早めに出る可能性あるな。落ち着け。あんまりさ、喋らん。ファイヤー、オッケー。あぶな、あんまりさ、喋ってる暇もないんだってこれ。用心棒の早打ちが炸裂。このならず者も倒れた、オッケー。これで終わりじゃなさそうだよな。二度の用心棒の活躍により、今度こそ平和が訪れたのであった。本当？もう信じるよ、じゃあ。あとは帰るかんね、私。はい、じゃあこっち側に戻れないってことはまだあるんでしょ、どうせですよね。ふふふ、そうか、あんたが噂の用心棒かい？また来てるな、今度はムーチョだ。うお、強そうっす。確かにこいつは強そうだ。なんかさ、帽子が安っぽくないか？子分たちがお世話になったな。だが俺は一味違うぜ。よし、行きましょう。どこにファイヤーが出るんですか？それだけ教えてもらってよろしいでしょうか？待てよ。レディー、負けるわけにはいかないよ。ここまで待って待って待って、そのさ、動くのやめて。変なとこ動くとさ、怖いんだって。待て。怖いな。うわー、待って待って、うわー、待って。出てないよな。ああ、ま、うわ、もう押しそうになったわ、今。危ない。ファイヤー、オッケー。なんだよ、もう。危な。素晴らしい早打ち。このならず者も倒したぞ。多分、これで最後だな。こうして、用心棒の活躍により、真の平和が訪れたのであった。めでたし、めでたしですね。用心棒、ありがとう。マリオさん、ありがとう。やった。なんかみんな楽しそうでよかったです。わーいわーい、やったやった。マリオさんお疲れ様でした。それでは席にお戻りください。待てよ。こういうとこなんか怪しくないか？ありそうじゃない？そうでもない。なんかさ、こういうサボテンとか倒せば何かありそうな気はするんですけど、あ、待てよ。こういうとこじゃないか？はい、うわ、あったわ、あっぶね。はい、じゃあここ開けていきましょう。中には何が入っているんでしょうか？さっきのやつか。ガンマンハリボテムーチョ。こんな、なんか、一発屋のキャラクターとかいるんですね。お江戸大劇場のお宝発見率は 100% になりました。待てよ。ってことは、右側にもあるんじゃないのか？右側にも進んでいきたいと思いますが、あなたは助けらんないんだな。待て。今、キノピオの音がしたんですけど、大丈夫？こういうとこ？上に登って違うな。なんだ？キノピオの音がしたんですけど、こっち側に反応しているんでしょうか？いました。はい、じゃあこいつ助けてあげましょう。何してんの？ありがとうございます。実を言うと、私が司会をする予定だったんです。あ、そうなんですか？さっきの青いキノピオを頑張って今司会していましたけど、途中でも交代してあげた方がいいと思いますよ。そしたら待て、こういうところには何もないですね。よし、じゃあ戻っていきましょう。待て、これ4階建てってことはさ、4個ショーをやるってこと？ MK さんもさすがに4個はいけるか分かりませんけど、兄貴すげえかっこよかったっす。俺も早打ちしたいな。手ないでしょ。マリオさん、用心棒って何まだ言ってんの？用心棒はさ、今度いい人。なんだこれ、こんなの私のシナリオと全然違うんだよ。とっとと次のステージに来るよ。今度はちゃんと楽しませてくれよ。待てよ。この44言ってるやつがボスなんじゃないのか？それでは2階ステージに移動します。移動していきましょう。2階に行くのは、なるほどね。自動的にからくり屋敷的な感じで上に行くんだ。まあまあまあ、だったら座ってるだけで4階まで行けそうですね。なんとかショーをクリアして4階まで向かっていきましょう。はい、おっと、今ダジャレみたいになっていましたが、まあそれはどうでもいいか。面白い。このまま登っていけば青テープにたどり着けちゃうかも。そうですね。じゃあこの調子でショーを応援していきましょう。今度は何なんでしょうか？キャサリンがいる。なんだ？キャサリンが一人で夜の街に立っているんですが、綺麗な人、本当に？全然綺麗な人にはちょっと私は見えないんですけど、趣味が違うんでしょうか？おっと、なんだ、ナンパか？ナンパしに来たんでしょうか？なんだ？ヒューヒュー、な、俺と付き合ってくれよ。やっぱりそうですね。サングラスちょっと似合っているんですが、俺と付き合ってくれよって4人組で来ることある？大体1対1でさ、交渉するものだと思うんですが、はい、右側には緑の子の子、左側には赤の子の子が来ました。あなたも多分ですよね。何言ってやがる、付き合うのは俺の方だぜ。2人で取り合っている。ふん、私は強い男にしか興味ないわけ。だから、一番強い男と付き合ってあげるわよ。うわ、そういう子いるよね。あん、そうそう、とっても強そうな男がもう一人いるの。はい、誰なんですか？多分私じゃないか。あの、ジャンプの腰つき、ダンディーなおひげ。ですよね。あの、マリオちゃんに勝てたら一番強い男って認めてあげる。いや、そうはいきませんよ。ここはキャサリンといえど女の子の心を掴んでみせましょう。そしたらマリオちゃん壇上に上がりまして、いや、マリオちゃん来てくれて嬉しいわ。その変な言い方やめてもらっていいですか？おうおう、兄ちゃん、お前がその強い男ってやつか？そうですよ。本当に強いか見せてもらうぜ。やろうとも相手してやんな。あん、私のために男たちが争ってる。ゾクゾクする。みんな頑張って。こういう子いるよね。
そしたら頑張っていきましょう。キャサリンは上から見ているみたいなんですが、待って待って、何をすればいいんだ、叩くのか。ハリボテ兵法だから多分叩くのが正解だと思うんですけど、待って待って、あ待って、あただ、踏むのか、踏んで叩いて OKOK、 そういうことか。落ち着け落ち着け落ち着け、はい、ここ踏んで叩いて OK、 素晴らしい。はい、じゃあこいつも踏んで叩いて、踏んで叩いて、いいぞいいぞいいぞ、この調子。はい、じゃあここもあー待って、その危なかった今、結構おーとととなんだ、びっくりした、止まらないで。そういうさ、偽物っていうか騙しみたいなのはやめてほしいんですが、なかなかやるじゃねえか、お遊びはそろそろ終わりだぜ。今度はボス戦ですか。俺たちの中で誰が一番強いかはっきり決着をつけようぜ。そうですね、決着をつけていきましょう。キャサリンは私のものですよ。待って待って待って、いきなり早いのやめて。踏まないといけないんですけど、どうやって踏めばいいんだこれは。あーなるほど、そこ疲れているところを、ここはい、踏んで叩いていきましょう。うわ待って、早すぎるって本当に。あー待って待って、早すぎ早すぎ早すぎ、踏めないよそんなんじゃ。はい、そしたらここ踏んで叩いて OK。 はい、とりあえず緑は倒して、あとは赤だけ。赤あと1回踏めばいいと思うんですけど、早すぎるって普通に、早すぎるって普通に。待って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 、止まって止まって止まって、 OKOKOK。 はい、じゃあここを踏んで叩いていきましょう。素晴らしい、なんか全然強くないじゃん、キャー。よーし、なんとか。キャサリンの心は私のものなんですが、いい、そういうのはいい。とりあえずもう私はいいです。やっぱりマリオちゃんが一番強かったのね。じゃあお望み通り付き合ってあげる。いや大丈夫かな、チューされてる。いい、大丈夫。マリオさんが気絶してしまいましたが、あん、どうしたの。わかった、付き合えたのが嬉しすぎて気絶しちゃったのね。違うよ、うふう、可愛いんだから。もう本当にのんきですね。それじゃあバイバイ、いつでも連絡して。なんかあんまり首突っ込まない方が良かったんでしょうか。のこのこもキャサリンのことは好きだったみたいですしね。マリオさん大丈夫ですか。大丈夫ではない、ちょっとあんまり大丈夫ではな。オリビアちゃんが顔真っ赤にしているのが可愛いですね。そしたらあとはマリオさん、お疲れ様でした。それでは席にお戻りくださいの前に、多分これも左右あると思うんで向かっていきましょう。とはい、ここはハートだけ、あとはないですか。こういう裏側とかも特になさそうなんで、じゃああとは右側見ていきましょう。右側はありそうじゃないか。左に何もなかったということは、右側説が濃厚なんですが、何もないな。大丈夫？ハテナブロックとかさ、こういうところに隠されてるとか言われたら、もう本当にそれはわからないんですが、あとはじゃあ大丈夫ということでよろしいでしょうか。さっきキャサリンが入っていったこういうところも一応叩いて大丈夫。はい、そしたらあとは戻っていきましょう。戻って、オリビアちゃん大丈夫？顔真っ赤ですけど、マリオさん、あんな綺麗な人と私ちょっと恥ずかしい。綺麗な人だったかな、私の趣味が違ったんでしょうか。俺的にはバトルシーンが激アツだったっす、男の戦いって感じ。確かに。およよ、マリオが一番強い、そんな茶番見たくない、見たくもないよ。次のステージで私を満足させるんだよ。待てよ、どんどん行くな。はい、じゃあここが2ステージ目ですよね。じゃあ次は3ステージ目向かっていきましょう。なんですけど時間的に今回はこんなもんですかね。じゃあ3ステージ目の最初だけ見て、セーブポイントでセーブして終わっていきたいと思います。そしたらキノピオさん、今度の舞台は何ですか。さて次はロイヤル兵砲団による優雅なステージをお楽しみください。はい、ロイヤル兵砲団、ちょっとよくわからない単語なんですけど、あーなるほど、バレエか、白鳥の湖的な感じなんだと思います。はい、そしたら兵砲ちゃんがバレエをしている。足そんな長かったっけ。いつもはなんかね、土手靴っていうかドタ靴っていうんでしたっけ、マリオみたいな靴を履いているんですが、はい、兵砲ちゃんがうまい感じに綺麗に踊っている。マリオはそっちに行けばいいんですか。はい、なんとか行けるようにはなりましたけど、じゃあここで一旦セーブしておきましょう。はい、じゃあここでセーブして、次回はこのバレエからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。